ミハウ、ヤロスワフ首役は、ポーランドの男子バレーボール選手である、バウツ出身。ポジションは、ウィングスパイカー。ポーランド代表。2011年より、ポーランド代表に入り、欧州選手権に出場し、ワールドカップも代表メンバーとして来日した。2012年、ロンドン五輪に出場。2014年、世界選手権で、チームの優勝に貢献。2016年、 リオネジャネイロ五輪に出場。その後、V プレミアリーグのパナソニックパンサーズに入団。パナソニック入団後もポーランド代表としての活躍は、続き、2018年、世界選手権に首相として出場し、大会2連覇に貢献。自身もベストアウトサイドスパイカーを受賞した。2019年もワールドカップに首相として出場し、準優勝に貢献。パナソニックでは、 2017-18シーズンに V プレミアリーグでチームの優勝に貢献し、自身も最高主君選手賞ベスト6を受賞。2018-19シーズンも V1 リーグで連覇に貢献し、自身も2シーズン連続の最高主君選手賞ベスト6を受賞した。2019-20シーズンはファイナルで、 フルセットの末破れ3連覇は逃したが、3シーズン連続となるベスト6を受賞した。ありがとうございます。